今回の動画は考察動画です。最近 MTG にもたらされたとある大きな変化について私の考えを述べます。現時点における MTG の最新セット、機械兵団の進軍、決戦の後に、ではニッサやキオーラなどの MTG の重要人物がことごとくプレインズウォーカーではなく伝説のクリーチャーとして登場し、またほとんどのプレインズウォーカーがプレインズウォーカーの火を失ったとして、今後プレインズウォーカーカードが印刷される頻度が減少することが示唆されました。ストーリー的な理由付けとしては、ファイレクシア完全なる統一のストーリーの中で次元全体に破局的な破壊をもたらす最終兵器金銭の支配が、多元宇宙における次元と次元の狭間の空間クオンの闇に敵爆されたことで多元宇宙全体の構造が大きく変化したためとのことで、チャンドラ、アジャニ、アシオクなどのごく一部の例外を除き、ほぼ全てのプレインズウォーカーが火を失ったようです。伴って今後毎セット必ず数枚は収録されていたプレインズウォーカーのカードも印刷される頻度が激減、あるいはほぼ印刷されなくなるのではないかと言われています。つまりプレインズウォーカーはこれまでは飛行や速攻などと同格の毎セット絶対に登場するものから機体やフラッシュバックなど出す必要がある場合に限って登場するものに変わるということです。それを裏付けるように、現在プレビュー中の指輪物語中津国の伝承では、今のところプレインズウォーカーは1枚も公開されておらず、プレインズウォーカーとして登場しそうな原作の人物はあらかたクリーチャーとして公開済みらしいことから、プレインズウォーカーは1枚も登場しないと思われます。さて、そんな MTG というゲーム自体を大きく変えるであろうプレインズウォーカー激減という重大な決断を、なぜウィザーズは下したのかというのを考えてみましたが、私の中では4つその理由が浮かびましたので、それをお話しさせていただきます。完全に私はこう思ったという考察ですので、間違っているとかツッコミを入れたいとかもあると思いますので、コメント欄でぜひともご指摘いただきたいです。それではどうぞ。プレインズウォーカーというカードタイプは MTG の花形的存在であるとともに、スタンダードでは多くの環境で台風の目であることが多かったです。多くのプレインズウォーカーはアドを稼げるプラス、プラスより戦局に大きな影響を与える小マイナス、起動すればほぼ勝利確定の大マイナスの3つの中精度能力を持ち、これらの能力が1ターンに1回起動されるため、相手からすれば放置すればするほど不利になります。また起動すればほぼ勝利確定の大マイナスの存在から、プレインズウォーカーが戦場に出た瞬間が事実上決着へのカウントダウンとなってしまい、相手からすればプレインズウォーカーを攻撃するなどして早く対処しないとということになり、プレインズウォーカーを使う側もプレインズウォーカーを守りきれば勝利のため、プレインズウォーカーが出現した瞬間からゲームはプレインズウォーカーをめぐる攻防一色になることが多いです。私が覚えている限りでは、ドミナリアの英雄テフェリーが存在した環境のスタンでは特にその傾向が強かったように思います。こうしたプレインズウォーカーが出た瞬間から決着へのカウントダウン、プレインズウォーカーをめぐるゲーム展開になりがちといった点をウィザーズが好ましく思わなかったため、プレインズウォーカーは減らされることになったのではないかというのが私の考察の一つです。マーク・ローズウォーター氏をはじめとする MTG の開発者はたびたび、プレインズウォーカーは最もデザイン空間の狭いカードタイプだと発言していました。つまりプレインズウォーカーというタイプのカードで他にない斬新なゲーム体験をさせてくれるカードを作りにくいということです。例えばラブニカのギルドで登場したイゼット副長ラルという赤青ゴマナのプレインズウォーカーは、視察を増やすプラス、除去である小マイナス、ユーミンと読み替えられる大マイナスの3つの中精度能力を持ちますが、実はこれってスタンで同居していた青白ゴマナのプレインズウォーカードミナリアの英雄テフェリーとほぼ同じか、なんなら劣化版であり、これに限らず細かな違いはあるけど中精度能力全ての役割がほぼ同じというプレインズウォーカーは多いと思うのです。闘争対戦あたりからプレインズウォーカーのデザイン空間の狭さを何とかするべく、中精度能力以外の能力を持つプレインズウォーカーも印刷され始めましたが、それでも開発側としては限界を感じていたのかもしれません。その上
プレインズウォーカーは新セット発売のために数枚出さなければならないため、新しいプレインズウォーカーのアイディアもすぐに枯渇してしまいそうです。そこで、プレインズウォーカーの狭いデザイン空間の中でやれることはやりきった、ということで、新しいプレインズウォーカーをハイペースで出し続けることをやめたのではないか、という考察です。日本にいると全く想像がつかないのですが、MTG の本場たるアメリカにおいては、スタンダードなどの他のフォーマットのプレイヤーよりも、統率者戦が最もプレイヤーが多いのだそうです。そして、ウィザーズ公式もそれを受けてか、統率者戦関連の製品の発売ペースを上げたり、スタンダード向けのカードセットでも、これは統率者戦を露骨に意識したカードだな、と感じるカードが多いように思います。そして、そんな統率者戦のルールの中でもひときわ大きなものとして、統率者に指定できるのは伝説のクリーチャーのみというルールがあります。つまり、テフェリーやジェイスやニッサといったゲートウォッチメンバーをはじめとする MTG のストーリーの主人公たちは、MTG というゲームの顔役であるにもかかわらず、MTG で一番人気のあるフォーマットと統率者戦では、クリーチャーでなくプレインズウォーカーであるため、統率者に指定することができないのです。そこで、MTG の主人公たちをストーリー上でプレインズウォーカーではなくしてしまうことで、プレインズウォーカーでなく、クリーチャーカードとして印刷することで、統率者に指定できるようにするという、MTG 最大の人気フォーマットである、統率者戦のプレイヤーへの配慮を行ったのではないかな、という考察です。3つ目に続いて、4つ目も統率者戦のプレイヤーへの配慮ではないか、という理由になります。うろ覚えなのですが、機械兵団の進軍、決戦の後に、にて、既存のプレインズウォーカーがクリーチャーとして登場することが判明した頃、MTG ウォールドフィッシュのライターであるサフラン・オリーブさんがツイッターで、MTG の全プレイヤーのうち 50% はプレインズウォーカーというカードタイプを知らない、発言していました。50% という数字はどのような根拠から来るのかは不明ですが、統率者戦のプレイヤーがダントツで多い日本以外の地域では、統率者戦で使われないので、プレインズウォーカーというカードタイプが全くわからない人が多い、というのであれば納得できそうです。そして、ウィザーズ公式は、紙のスタンダードのプレイヤーを増やしたい、という旨の発言をたびたびしていますが、先ほどお話しした通り、スタンダードはプレインズウォーカーが台風の目となることの多いフォーマットですので、プレインズウォーカーが全くわからない統率者戦のプレイヤーにとって、プレインズウォーカーの存在はスタンダード参入への障壁だという考えもあると思います。そこで、プレインズウォーカーを出さないことで、MTG で一番多い統率者戦のプレイヤーが、スタンダードに参入する障壁を取り除こうとしたのではないか、という考察です。以上、ウィザーズがプレインズウォーカーの火を消し去った理由として、私の思いついた4つの理由を述べさせていただきました。これは私がこうではないか、と思っただけに過ぎず、実は我々の考えの及ばない別の理由があるのかもしれませんし、的外れなことを言っているかもしれません。それは違うだろう、と思ったことがあれば、ぜひともご指摘ください。そして、皆様はプレインズウォーカーが減らされることについてどう思っておりますでしょうか。それもぜひともコメント欄でお聞かせください。以上となります。いつもより長い動画になりましたが、ご視聴ありがとうございました。